番ピアノ教室の事務室で女の人と男の人が話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんかあ主任今森先生からお電話があったんですけど。森先生 今、夏季休暇中でしょええ。それが、旅行に連れて行ってた先生の犬が、旅先でいなくなっちゃったみたいで。ええ必死で探してるみたいなんですけど、今のところ手がかりがなくて、時間がかかりそうなので、できれば来週もお休みしたいと。それは困ったな。確か森先生、今回の休みも、当初生徒さんに渡してたスケジュールと違う週に変更して取ったんだよね。 ご主人と休みが合わなかったとかで。ええ。それは生徒さんにお願いして、休みを一週間入れ替えてもらって、なんとか対応できたんですけど。でも、急に休みが変わるわ、今度は伸びるわって言うんじゃ、生徒さんも困るよね。来週休みにしないで代行にするか。代わりの先生、どうにかなんないそれが、時期が時期なんで、なかなか。じゃあ、 帰ってきてててきもらえるるようお願いしてみてくれわかりました早く見つかるといいんですけどねそうだね女の人はこのあとまず何をしなければなりませんか 2>, 2番。市役所で課長と男の職員が話しています。男の職員はこの後何をしますか林さん、中学生のホームステイの件どうなってる海外の姉妹都市から来る学生さんの。はい。先日ホストファミリーの募集案内を市のホームページに載せたんですけど、なかなかの反響で、説明会への申し込みは予想以上です。そう。滑り出しは順調だね。 でも、去年も説明会は満員だったけど、結局、受け入れまで行った家庭は少なかったよね。はあ、今までは条件の説明が中心だったけど、今回は受け入れ経験者に体験談を話してもらったりしたらどうかな。案ずるより有無が安し、やってみようと思ってもらえるように。そうですね。去年はどのご家庭も受け入れてよかったっておっしゃってましたし。じゃあ、そのうちの何人かにお願いしてみてくれるはい。それから、 去年の説明会では、ホームステイを体験した学生の写真とか手紙をパネルにして展示したけど、今年はどうなのあそれはバイトの人に頼んであります。学生にビデオメッセージを送ってもらおうって話も出てたよね。ええ、機材の確認だけまだなんですが、当日会場で流せるよう準備できています。そう。男の職員は、この後何をしますか 3番大学で学生と先生が話しています学生はこの後何をしなければなりませんか先生卒論のアンケートのことなんですがああ留学生に漢字の学習について聞くんでしたねはい前回先生からいただいたコメントに沿って質問事項を見直してみたんですけどこれでよろしいでしょうかうん 内容はこれで十分だと思うけど、これすべてに回答するとなるとかなり時間がかかりそうだね。全項目自由記述にするんじゃなくて、選択肢にできる項目もあるでしょう。わかりました。あと、調査協力の承諾書は作成したあ、はい。アンケートする前に協力者から必ずサインをもらってね。そういう倫理的なことへの配慮も忘れないように。はい。あの、承諾書、 先生にご確認いただくために、昨日メールでお送りしたんですけど。あ、そう。確認しておくよ。それから、調査は協力してくれる学校に出かけてやるんだよね。はい。当ては複数ありまして、大方了承を得ています。協力者の数は足りそうはい。わかってると思うけど、対象に偏りが生じないように。はい。その点は考慮してお願いしてあります。 学生はこの後、何をしなければなりませんか四番塾を経営する会社で、社長と女の部長が話しています。女の部長は、この後まずどうしますか うちが経営してる塾、全部で5校あるけど、東町校の修士、目立って悪いですね。ああ、競合校が増えてまして。何か対策が必要ですね。今やってる講義形式の授業に加えて、希望者には個別指導をすることも考えてみてはどうですかはい。それから、この業界、最近小中学生以外にも対象を広げるところが増えてますよね。例えば、 高齢者向けのパソコン教室とか。ええ。ただ、先月、近くに、市のカルチャーセンターができまして、高齢者向けの教室が開講されたんです。市が運営しているので、価格も手頃なんですよ。そうですか。他には、就学前の幼児をターゲットに、クラスを新設する手もありますね。あ、それから、授業をしてない時間帯、教室は遊んでますよね。部屋を貸し出したりできないんですか それは今借りているビルの賃貸契約に違反することになるのでそうですかじゃあまずは新しい指導形式を導入する方具体的な価格や時間数のシミュレーションをしてみてください幼児を対象にしたクラスの方は内容を詰めるのに時間がかかるだろうからおいおい考えていきましょうはい 女の部長は、この後まずどうしますか五番会社で女の人と男の人が話しています。男の人は、この後まず何をしなければなりませんか 山下さん、中野電機さんから追加で受注した携帯電話のケースだけど、500個、もう海外工場に製造頼んだ中野電機さん、できるだけ早く納品してほしいってことだったけど。はい。海外工場から中野電機さんに直接送るよう手配してあります。来週半ばには納品できる予定です。そう。工場から直送にしたんだ。いつもは一旦こっちに届くようにしてるよね。ええ。 ただ、今回は急ぎってことだったんで。以前、他のメーカーさんに海外工場からバッテリーを直送したら、税関で止められたことがあったでしょああ<ー>。あの時は、先方の担当者が税関に行かなくちゃならなくなって、随分迷惑かけたよね。同じようなことになるとまずいし、一旦こっちで受け取った方が安心だと思うけど。今まで携帯電話のケースを税関で止められたことはありませんが。うん。 でも、書類に不備があったり万が一ってこともあるわけだしやっぱり安全策を取っといた方がいいと思うわかりました男の人はこのあとまず何をしなければなりませんか 番会社で女の人と男の人が社内の広報誌について話しています。男の人はこの後ままず何をしますか山田さん次の広報誌特集の企画は山田さんが担当でしたよねはい特集はまず恒例の新入社員による新人レポートそれから会社近辺のおすすめの飲食店を紹介するお店紹介の2本立てで行こうと思っています。 実は、新人レポートは、新人ばかりを取り上げすぎだっていう意見があったので、思い切ってカットしてしまってもいいと思ってるんです。そうですか。でしたら、新人レポートの代わりに、郷土自慢と題した企画はどうでしょう。地方出身の社員にインタビューして、地元の名所を紹介してもらうんです。地方出身者、結構いるんですよ。なるほど。それはいいですね。でも、お店や観光のことばかりじゃねえ。 社内誌って部署間の情報共有や相互理解の促進っていう役割もあるんですよ。二つの企画のうち、どちらか一つは違うものにしましょう。はあ。そうね。お店の紹介は前もやったことあるから、今回はやめましょう。今営業部で大きいプロジェクトが始動したところでしょ営業部の人にそれについて話を聞くっていうのはどうかなはい。目い人がいるので、私当たってみます。 もう一つの方、進めておいてくださいね。わかりました。男の人はこの後、まず。何をしますか。一番。 テレビで脚本家が話しています。この脚本家はドラマの脚本を書くとき何を大切にしていると言っていますか ドラマを書くとき、多くの脚本家は感動的な場面を盛り込むとか、話の筋を練ることが一番大事だろうと考えるんですね。でも、ストーリーの展開とか感動的な場面って、ある程度パターンが限られてるんですよね。むしろ主人公の成長をつぶさに描いたり、周りの人が持つ意外な一面などを丁寧に描写する方が魅力的になるんで、僕の場合、そのあたりにこだわるようにしています。 ドラマの多様性を考えると非現実的な設定の脚本にするという方法もありますが、これについては日常的なものを求める視聴者もいるので、一概にどちらがいいとは言えませんね。この脚本家はドラマの脚本を書くとき何を大切にしていると言っていますか 2番男の人と女の人が話しています。女の人が相撲を見に行く一番の理由は何ですか 鈴木さん、最近相撲を見に行ってるそうですね。そうなの。見終わるとなんだかスカッとしてるの。スポーツっていいね。え、そんなこと言って、この間僕がサッカー観戦に誘った時はルールがややこしいとかなんとか言って断ったじゃないですか。あ、ごめん。だって相撲はルールがわかりやすいじゃない。誰にだってわかるから楽しいのよ。それに、相撲って長い歴史もあるし、 たまには日本の伝統に触れてみたいなって思ってね。確かに他のスポーツと比べて独特の雰囲気ありますよね。着物を着て観戦してる人も多いし。そうね。どの力士も集中して懸命にぶつかり合ってて、見てるだけでいつの間にか気分もすっきり、嫌なことも全部忘れちゃってるの。なんだかんだ理由つけてみても、相撲観戦の一番の理由はやっぱりこれかな。 あそういえば最近女性にも人気があるかっこいい力士多いそうじゃないですか気になる力士とかはいないんですかうん特にこの人っていうのはねそれよりどの取り組みからも目が離せないのよね女の人が相撲を見に行く一番の理由は何ですか 3番食品会社で女の人と男の人が社内試験について話しています。男の人は会社がこの試験を行う目的は何だと言っていますか 来年から食の社内テストっていう試験が始まるって聞いたんですけど詳しいことをご存知ですかああうちの会社で扱ってるレトルト食品の栄養面や安全性なんかの知識を問う試験だよあそうなんですか私の周りでは昇進に関わるっていう噂も流れてますけどうんその試験は例えば取引先でうちの商品を説明する時なんかに役立つように 商品について勉強して知識を身につけてもらうために開発されたんだよ。けどまあ、社員からすれば、昇進を決める際の参考にするのかなって考えてもおかしくないね。プロジェクトの人材を選ぶ際の参考にするとか、そんなことまで想像している人もいるみたいです。なるほどね。個人的には試験勉強の過程で、料理や食材への関心が増して、仕事が面白いと感じる人が増えればいいなって思うけどね。ああ、そうですね。 男の人は会社がこの試験を行う目的は何だと言っていますか四番喫茶店で店長と女の店員が店のポスターについて話しています ポスターにどのような情報を載せることにしましたか木村さん 今度この商店街に入っている店が各自でポスターを作って自分の店の良さを紹介することになったんだけど、うちはどんな内容にすればいいと思う内容はお任せってことらしいんだけど。ああ、それ聞きました。人が大勢集まる場所に各店舗のポスターを貼って商店街全体の活性化を図ろうってことみたいですね。うーん、もうすぐ夏ですし、 夏限定のメニューを大々的にアピールするのはどうですか夏は喫茶店に涼みに来るお客さんも多いですし。季節のメニューは他の店でも出してるから若干インパクトに欠けるよね。ランチタイムの割引も、まあ、どこの店でも同じようなことやってるからな。あ、常連さんからはよく、この店は落ち着くって言われるんですけど、アンティークの家具や食器を置いたりして、 懐かしい感じのインテリアにしてるからですかね。それもあると思うけど、やっぱり接客かな。うちは店員とも気楽に話せて、ほっとできるところが売りでもあるから。それなら、この際働く人にスポットを当ててみるっていうのはどうですか写真やキャッチコピーなんかから親しみを感じて、足を運んでくれるお客さんが増えるかもしれませんし。そうだね。じゃあ、その線で行くか。もし第二弾があったら、アンティークの家具とか、 インテリアを全面に出してもいいよね。そうですね。ポスターにどのような情報を載せることにしましたか。五番。 テレビでアナウンサーと大学の学長が話しています。学長はこの大学で海外への留学希望者が今も減少している一番の理由は何だと言っていますか 今日は山川大学の学長、渡辺さんにおいでいただいています。最近、海外への留学者数が減少しているとのことですが、先生の大学でも同様の傾向が見られるのでしょうか？そうですね。少子化で学生の数自体が減少している中、幸いにも私どもの大学では学生数は増加していますが、それにもかかわらず留学を希望する学生は減っているんです。 その原因については、どのようにお考えですか在学中に留学すると、その分、就職のための活動を始めるのが遅くなってしまうかもしれない。そう考える学生が多いんでしょうかええ、確かに。私どもの大学でも、留学することで、就職への影響が出ることを心配する学生が多かったのは事実ですが、早い時期に留学するよう指導することで、この問題は解決できています。はい。 今の若者はよく生活環境が変わるのを嫌がって、あまり外に出て行こうとしないと言われますよね。ところが実際に聞いてみると、経済的に余裕さえあればぜひ行ってみたいというんです。金銭面での不安が大きいようですね。そうなんですか。今後私どもの大学でも留学者向けの奨学金を拡充する予定ですが、他の様々な支援制度も紹介し、 留学をさらに奨励していきたいと考えています学長はこの大学で海外への留学希望者が今も減少している一番の理由は何だと言っていますか 6番ラジオでアナウンサーがある家具職人について話しています。この職人が今回賞を受賞した理由は何ですか 緑市在住の家具職人、山田徹さんが今年度の市民賞を受賞しました。山田さんは杉、檜など地元の木材の良さを巧みに生かしつつ、独創的なデザインにこだわった作品が海外でも人気を博している職人。この度は制作の傍ら、地元で後継者の育成に努めてきたことが認められての受賞です。活動の場を海外へ移そうと考えている弟子もいるそうで、山田さんは 彼らには日本の家具作りの技術を世界に広めていってほしいと熱く語っていましたこの職人が今回賞を受賞した理由は何ですか 7番テレビでアナウンサーと電気メーカーの社員が話しています。新しいエアコンは以前のエアコンと比べてどう変わったと言っていますか 今日はグリーン電気広報の高橋さんに先月発売された新型のエアコンについてお話を伺います。高橋さん、新しいエアコン人気のようですね。はい。おかげさまで好評をいただいております。旧モデルから売りにしている大きな部屋でも隅々まで素早く冷やすパワーはそのままに、時間あたりの消費電力を従来の3分の2に抑えたところ、これが節約意識の高いお客様の心をがっちりつかんだようです。 昨年は外から携帯電話で電源を入れられる機能など最新の機能を詰め込んだモデルを発表しましたが今回はあえて目新しい機能は盛り込んでいませんとはいえ空気中のホコリや匂いを除去する空気清浄機能など従来から好評な機能は搭載されているので快適に使っていただけます新しいエアコンは以前のエアコンと比べて どう変わったと言っていますか一番女の学生と男の学生が話していますねえ中山くん大学の近くの一軒家に住んでるんだってね 実家じゃなかったよね。うん。石田さんっていう人のところなんだけどね。異世代ホームシェアって言って、一人暮らしのお年寄りが学生向けに部屋を安く提供してくれてるんだ。いわゆる下宿だね。へえ。お年寄りのところに下宿ってどんな感じうーん。生活リズムが違うし、お風呂に入る時間が遅いとか、電気はこまめに消してほしいとか、いろいろうるさく注意されることもあるけど。へえ。 でも、石田さん、他趣味で博学だから、いろんなこと知ってて、話聞いてると気がついたら深夜になってるってこともあるんだ。退屈しないよ。うーん。私だったら、他人と生活するのは気を使っちゃうな。まあ、それなりにね。でも、石田さんにしても、他人の僕が入ってきたわけだし、お互い様だから。そっか。男の学生は 今住んでいる家での生活についてどう思っていますか 1, ?1 気を使ってばかりで居心地が良くない 2, 2気を使うこともあるが悪くはない3気を使うこともなく満足している4 気を使うことはないが退屈だ二番テレビでスポーツコメンテーターが話していますプロのスポーツ選手は日頃からバランスの良い食事を意識し 並々ならぬ努力とトレーニングを重ねることで強くしなやかな肉体を手に入れていますが、中でもトップクラスの選手は肉体面に加え、ここぞという緊迫した場面で平静を保つことができる強さを持っています。観客が固唾を飲んで見守るような場面でも、動じることなく本来の力が発揮できる内面の強さ。試合で良い結果を出すには、この点に特化したトレーニングが不可欠です。 これは試合の結果を大きく左右する要素だと言えるでしょうスポーツコメンテーターは主に何について話していますか日々の食事内容が試合に与える影響。2, 2強くしなやかな体の作り方。 3精神力を養うことの重要性4緊張を解くためのトレーニング方法3番会社で社長が話しています我が社は 加工食品メーカーとして開業以来お客様に喜んでいただける商品作りに取り組んでいますが、さらに広く多くの方に我が社の味を知っていただくため、海外に進出する構想を長年持ち続けてきました。一時期業績が振るわず実現が危ぶまれたこともありましたが、ようやく来年度海外工場建設に着手できる見込みとなりました。現地での人員の確保や教育、 販路の新規開拓など課題は山積していますが現地工場でも品質を損なうことのないようこれまで通り質の高い商品を生産し販売していきたいと思います社長は主に何について話していますか ?1, 1新たに展開する海外事業 S 2, 2 <S 質の高い商品の開発3来年度発売する新商品4来年度の業績見込み4番 ラジオで女の人が話しています。皆さんは日々の生活の中で頑張っていることはありますか勉強や仕事、あるいは貯金など様々だと思います。何事も高い目標を掲げ、諦めることなく、それに向かって努力すれば、それだけ自分に返ってくるものも大きいのは確かです。反面、過度に行うと視野が狭くなったり、バランスを崩すこともあります。 例えば、貯金するために日々頑張って節約をしているという方がいらっしゃるかもしれませんが、行き過ぎると周りから、ケチで付き合いにくい人だと思われてしまうこともあります。このような点を考慮しつつ、目標に向かって頑張ることで、より良い生活が送れるのだと思います。女の人が言いたいことは何ですか 1, 1何をやるにも全力で取り組むべきだ 2, 2何をやるにも目標を高めにした方がいい3何をやるにも行き過ぎないことが大切だ4何をやるにも諦めが肝心だ 5番テレビでコメンテーターが国立公園について話しています国立公園に指定されている桜公園が今危機に直面していますこれまで自然保護の観点から地元の西山市によって立ち入り人数や時間の規制がなされてきましたがその制約の厳しさから訪れる人が激減しそれによって地元の人々の関心までもが薄れてきているのです 桜高原では、これまで地元の非営利団体がボランティアを募って清掃活動を行うなど、積極的に保護活動に取り組んできましたが、ここ数年は人が集まらず、以前のような活動ができなくなっているそうです。保護か公開か、二者択一ではなく、何のための公開か、その目的を再確認し、管理、運営のあり方を見直すことが急務ではないでしょうか。 自治体の対応が期待されますコメンテーターが言いたいことは何ですか ?1 訪れる人を増やすために宣伝をするべきだ 2, 2現在の規制内容を再考するべきだ 3, 3 自然保護の規制を厳格にするべきだ四、自然保護活動は自治体に任せるべきだ六番テレビで労働問題の専門家が話しています 働く人にとって労働時間と日常生活のバランスを保つことは大切で、これは健康維持にも不可欠ですが、現実はなかなか思うようにいかないようです。そこで政府は有給休暇の取得を促進する方針を打ち出しました。有給の取得率は工場的に低く推移していて、ここを何とかすることが現状の改善に向けた大きな一歩だと考えているからです。とはいえ、 長年続いてきた働き方の習慣を変えるのは容易なことではありません。政府は事業者に対して一斉休業日を設けることや、従業員に1年間の休暇取得計画を提出させることを奨励しています。専門家は主に何について話していますか一労働時間と健康の関係 2、働く人の健康意識を高める方法。3>, 3、有給休暇の取得率の変化。4、有給休暇の取得率を上げる政府の取り組み。 1>, 1番。鈴木くん、このケーキ食べてみて。これ、砂糖を一切使わずに作ったんだよ。1。1> たくさん入れたんだ。甘すぎない ?2。へえ、砂糖と他に何入れたの 3>, ?3。え、全く入ってないの 2番。加藤さん、この前加藤さんが考えてくれたポスターのデザイン、もう少しなんとかならないかな。1。1> どのあたりが気になりますか 2>, ?2。じゃあ少し多めに印刷しておきます。3。気に入っていただけてよかったです。 3番。本田さん、サークルの来年度の部長、本田さんに引き受けてもらえたらって思うんだけど。1。あ、私でよければ、ぜひやらせてください。2>, 2。一度やってみたかったんですが、仕方ないです。3。3> 私の代わりにやってくださるんですか 4番お客様、こちら従業員専用のエレベーターでご利用はご遠慮いただいております。1, 1あ、どうぞ遠慮なさらずお使いください。2, 2ではお言葉に甘えて3気がつかなかったものですからすみません。 5番今回の山下監督の新しい映画なんだかパッとしなかったよじゃあ見るのやめとこうかなふーん評判がいいわけだ 3> 3え映画公開されなかったの 6番今日のイベント、来場者数が心配されたけど、前回を上回って何よりだったね。1あれだけ集まってもまだ足りませんか 2, ?2 思ってた以上に好評でほっとしました。3, 3確かにもう少し来てほしかったですね。 7番最近先輩とどうもぎくしゃくしてて1先輩体調崩してたんだ 2, 2やっと仲直りできたんだね 3, 3なんか思い当たることないの 8番、小川さん今回の取引先との交渉小川さん一人で進めたいってことだけど僕はどうかと思うよ 1, 1あの一人でやるべきだとお考えですか 2, 2はいでは早速話を進めることにします3やはり私一人じゃ無理でしょうか 9番。営業部の吉田さん、今日もまた遅刻したんだって。部長が怒るのもわからなくもないな。1。ああ、それで怒らなかったのか。2。2> 最近続いてるようだし、無理もないよね。3>, 3。なんで部長の気持ちわかんないの 10番昨日誘ってくれた週末のバーベキュー、行きたいのは山々なんだけど。1もちろん来てもらって構わないよ。2, 2え、何か予定でもあるの ?3, 3たまに外で食べるのもいいね。 11番。ねえ、田中さん、先月の営業成績がいまいちだったからって、くよくよしたって始まらないよ。1>, 1。うん、落ち込んでてもしょうがないよね。2。2> 成績が良かったなんて誰も思ってないよ。3。なんだ、まだ始まってなかったんだ。 12番明日提出する経営学のレポート、できたことはできたんだけど、なんだかね。1自信ありそうじゃない。2, 2まだ納得いかないの 3, ?3 うーん、うまくまとまったんだね。 13番木村さん無断で欠勤するなんて非常識にも程があるんじゃない ?1, 1そう言っていただけて気持ちが落ち着きました 2, 2今回だけは許していただけるんですね3はい弁解の余地もございません 14番。佐藤さん、あのデータ処理、佐藤さんが手を貸してくれなければ、昨日徹夜しても終わらなかったよ。1>, 1。また何かあればおっしゃってください。2。2> 徹夜したのに終わらなかったんですか。3。少しでもお手伝いしたかったんですが。 1番大学学学で男のの生生と女の学生が話しています先輩、今学期の選択科目何取ろうか考えてるんですけど、あと一つ決められなくて。今、ちょっといいですかうん。林くん、専攻は世界史だったよね。はい。でも、経済か経営の視点から今の世界を見られるような授業を取りたいなと思ってるんです。 なるべく人数が少ないクラスがいいんですが、これ選択できる科目の一覧なんですけど、いくつか候補に丸をつけてあります。見せて。ああ、この経済入門って授業ね、去年受けたけど少人数だったし、その時ニュースになってた世界経済のトピックを取り上げてくれて面白かった。それから、経済学概論は、現代経済を理解するための基礎がしっかり学べるクラスだよ。 質問がビシバシ飛んできて緊張するけど、ためになってよかったな。大教室でやる授業なんだけどね。そうですか。あと、経営学ね。普通、経営学って言うと実践的な内容を扱う授業が多いんだけど、この先生は理論が好きなんだよね。話が上手で全然退屈しないって評判いいし、去年は学生の数も少なかったよ。それから、 西洋経済史。これは毎年人気があって、少人数ってわけじゃないと思うけど、近世ヨーロッパの経済のことが分かって、林くんの専門にも近そうだし、いいんじゃないそうですね。専門に近いのは魅力ですけど、人数はやっぱり少ない方がいいし、理論が中心の授業より生の題材から経済を学べるのがいいですね。これにします。ありがとうございました。 男の学生は、どの授業を受けますか ?1、1> 経済入門 2>, 2、経済学概論3、経営学4、西洋経済史 2番 2> スーパーで店長と店員2人が話しています2人も気づいていると思うけど近所に競合店ができてからうちの店の業績がいまいちなんだよねあちらでは家族向けのイベントに力を入れてますねうちも対抗して何か家族で楽しめるイベントを企画しましょうようーんうちは単身者をターゲットにした店だし 会社帰りに立ち寄る人も多いので、営業時間を延長するというのはどうですか遅くまで空いているとありがたいという人は多いと思います。なるほどね。じゃあ、一人暮らしの高齢者向けに、例えば配達サービスをしたり、何か高齢者が集まれるようなイベントを企画したりするのはどうでしょうあ、はあ、高齢者か。あっちは容量の多い商品を充実させて家族向けを売りにしているようですから、 こっちはこれまで通り単身者をターゲットにして少量の総菜の品揃えを充実させるのはどうですか野菜や肉の少量パックなんかも増やして。なるほど。それは高齢者にもニーズがありそうだね。営業時間を延長してもコストに見合う売り上げが確保できるとは限らないし、よそに追従しても勝てないような気がするし。共存するには住み分けというのが大切かな。 将来的には配達サービスなんかも考えないといけないかもね。スーパーではこれからどうすることにしましたか <S ?1, 1 <S 家族向けのイベントを企画する 2, 2営業時間を延ばす3 配達サービスをする4量の少ない商品を増やす3番テレビで動物をテーマにした本を紹介しています 今日は動物をテーマにした本の中からおすすめの本を4冊ご紹介します。まず1冊目はみんなの好きな動物。子供たちに人気の高い動物の表情を写真に収めた本です。アップで見る動物の目や鼻は大迫力で毛の生え方まで見ることができます。2冊目はいろんな動物。仕掛けのある絵本でページをめくると動物の絵が動き出します。 馬が駆けたり、猿が木をよじ登ったり、本当に不思議です。子供も大人も楽しめる一冊です。三冊目は、自然の物語。大自然に生きる野生動物の写真集です。写真家が半生をかけ、地球を飛び回って撮った写真、約500枚が掲載されています。そして最後の四冊目は、熊と私。森に住む獣医と、 傷ついて保護された野生の熊との触れ合いを描いた感動の物語です。美しい文章で綴られ、作者自身による挿絵が添えられています。そういえば、甥いっ子の隆くん、もうすぐ誕生日だよね。プレゼントに動物の本なんてどうだろう。顔の細かいところまで見られるのなんか喜ぶんじゃないそうね。でも、隆くんぐらいの年齢だと、 動くものの方が好きかも。ああ、確かに。絵が飛び出す本とか、触って遊べる方がいいかもな。じゃあ買ってくるよ。ねえ、私も欲しくなっちゃった。世界中の野生動物が見られるっていうさっきの本、すごくない一緒に買ってきて。うん。でも、動物のお医者さんの話の方が君の好みじゃないうーん。今は、ゆっくり読んでる余裕ないから。そっか、わかった。 質問1 2人はたかしくんにどの本を選びましたか質問 2, 2男の人は女の人にどの本を買ってくることになりましたか 3番テレビで動物をテーマにした本を紹介しています今日は動物をテーマにした本の中からおすすめの本を4冊ご紹介します。まず1冊目はみんななの好きな動物子どもたちに人気の高い動物の表情を写真に収めた本です。 アップで見る動物の目や鼻は大迫力で毛の生え方まで見ることができます。二冊目はいろんな動物。仕掛けのある絵本でページをめくると動物の絵が動き出します。馬が駆けたり猿が木をよじ登ったり本当に不思議です。子供も大人も楽しめる一冊です。三冊目は自然の物語。大自然に生きる野生動物の写真集です。 写真家が半生をかけ、地球を飛び回って撮った写真、約500枚が掲載されています。そして最後の4冊目は、熊と私。森に住む獣医と傷ついて保護された野生の熊との触れ合いを描いた感動の物語です。美しい文章で綴られ、作者自身による挿絵が添えられています。 そういえば、甥いっ子の高志くん、もうすぐ誕生日だよね。プレゼントに動物の本なんてどうだろう。顔の細かいところまで見られるのなんか喜ぶんじゃないそうね。でも、高志くんぐらいの年齢だと、動くものの方が好きかも。ああ、確かに。絵が飛び出す本とか、触って遊べる方がいいかもな。じゃあ買ってくるよ。ねえ、私も欲しくなっちゃった。世界中の野生動物が見られるっていう、さっきの本。 すごくない一緒に買ってきて。きうん、でも動物のお医者さんの話の方が君の好みじゃないうーん今はゆっくり読んでる余裕ないからそっか分かった質問1二人はたかしくんにどの本を選びましたか 質問2男の人は女の人にどの本を買ってくることになりましたか